皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、地域密着型の高校として地元の人たちとの交流などを進めている飯南高校、自分たちが住む町をきれいにし、地域に対する日頃の感謝を形にしようと、5月19日、生徒らが国道や道の駅などで清掃活動を行いました。この日は飯南高校の生徒、教職員、飯南・飯高地域振興局の職員らおよそ250人が参加しました。参加者は国道166号沿いのバス停や道の駅などを中心におよそ1時間額に汗を浮かべながら草取りやゴミ拾いなどを行いました。参加した生徒の一人は、飯南・飯高の自然が豊かで綺麗なところが大好き、これからも綺麗な街にしていきたいと話していました。参加された皆さん、清掃活動ありがとうございました。それでは今回のラインナップです。若い世代の意見や発想を市政に反映しようと設置された松阪若者クラブのキックオフミーティングが行われました。地域防災計画の見直しなどを図るため、今年度創設した防災アドバイザーの委嘱式が行われました。魚町の原案、旧小泉家住宅主屋がこのほど国の登録有形文化財に登録され、登録プレートが贈られました。楽しみながらウォーキングをすることで健康につなげてもらおうと、伊勢街道松浦武四郎コースで生き生き健康ウォーキングが開かれました。